ガバッと出てきた怪獣は手にも負えない暴れ者、アスト論でございます。それってどうした暴れ者、コブラのように恐ろしく何でも引き裂くバカ力。ずらっと出てきた怪獣は知恵の優れた悪いやつ、キングザウルス三世だ。それでどうした悪いやつ、ウランを食べて大暴れ、ついでにバリアで身を守る。出てきた怪獣は何でもこごらすすごいやつ、サドラくんではございます。それってどうしたすごいやつ、生まれは歩くす雪の中、くしゃみをすれば大なだれ。と出てきた怪獣は何にもできないお人よし、サザン君にてございます。それってどうしたお人よし、長い髪の毛振り乱し、いつも泣いてる弱いやつ。出てきた怪獣はオイルを食べる嫌なやつ、タコによく似たタコング。それってどうした嫌なやつ、炭化線をねじ曲げて、ついでにオイルを流し込む。